キャッチネットワーク制作、東海の肖像100年の森づくり、日本一の山林王諸解け。東海地方の歴史や文化を通して地域の魅力と今を伝えるシリーズ。三重県桑名市の実業家諸解清六の偉業を紹介しながら、今なお林業の現場で受け継がれている清六の揺るぎない哲学と、彼が地域に残した歴史的な価値を探ります。愛知県刈谷市、自動車産業で栄える町です。旧東海道の街道沿いには昔の面影が残っています。街道によって結ばれてきた東海地方は、今でも経済と文化の一体感が地域を支えています。この番組を手掛けたキャッチネットワークは、刈谷市に拠点を構えるケーブルテレビ局です。テレビとラジオによる地元の話題や地域情報の提供は、長年事業の柱となってきました。プロデューサーの大市義文さんは、制作する番組の取材エリアを東海地方全域に広げ、より質の高い番組作りに挑戦しています。ケーブルテレビならではの、地域応援型の番組ということで、東海地区のいろんなさまざまな伝統文化、それから歴史についてですね、地域の人たちに共感をしながら、その出来事、その地域を誇りに思ってもらえるような番組を提供することによって、改めてその地域の良さを再認識してもらおうと。東海の肖像8作目となるこの作品は、山を育てて国を潤すと、林業に豊かな国づくりを見出そうとした桑名の実業家諸解清六の生き様を描きました。ディレクターの井上智子さんは、100年200年先を見据えて手腕を発揮した清六の人間性を浮き彫りにしたいと考えました。もう人を描きたい、それしかないです。100年前、実際に会ってない人たちがその思いをきちんと受け継いでいるというのは、なかなかすごいなと。キャッチネットワーク制作、東海の肖像100年の森づくり、日本一の山林王諸解けは、ご覧の日時で放送いたします。